いや、うん、こんなチャンスはないよ。チャンスかな。こんな早く YouTube が撮れることないっしょ。まだ昼よ。いやいや、夕方や。こんな明るいことないもんな。こんな明るいことはない。明るいうちになんかしたよ。明るくはないし、あとそう言うほどスーパーとか開いてるの。まあね。ああ、なるほどな。スーパーが開いてないからそのコンビニに行かざるを得ない状況を強いられてきたから。そうやったよ。しかも、うん、今が何か分かってますか。何ですか。この世界が今どうなってるか、うん、世界が世界、うん、ゴールデンウィークですよ。あっちゃー。ああ、世界、もうゴールデンウィークになんかしなきゃいけないの。飛び込みでしよう。何ゴールデンウィークといえば何ですかってことよ。なんなん。バーベキューでしょ。そうなん。ゴールデンウィークといえばバーベキューですか。しにくしましょう。家で。家バーベキューの定義がもうフライパン。フライパン自炊やん。ホットプレートでもなくフライパンでバーベキューしましょう。うわ渋い。渋い。俺らのゴールデンウィーク渋い。ゴールデンウィークっぽいものをね、うん、その買ってきて、うん、フライパンで焼きましょう。うわ、ゴールデンウィークっぽいもの買って焼く。バーベキューがゴールデンウィークっぽいのでは。逆にしたいことある。ちなみに江ノ島がパンパンみたいな動画しか見てないんで。うわー、江ノ島がもうパンパンだったみたいな。江ノ島とかな、旅行か。だから逆に旅行はもうしたないな。まあな。いや、そう、もう観光地もパンパンよ。パンパンや。板橋スカスカや今。スカスカ、スカスカ、うん、走り回るじゃん。板橋走り回る。十分無人に、うん、何がありやね。ゴールデンウィークそれパー、こんなピースが掛け合わさって、おゴールデンウィークスーパー、おバーベキュ ー, バ ー, ベキュー江ノ島、お江ノ島コンビニ、コンビニブルーロックみたいや。ああこんなんなんや。いけお前のエゴ。おエゴ。あゴールデンウィークっぽいものコンビニで買おう。コンビニエゴやね。ゴールデンウィークっぽいものコンビニ買いに行って、うん、フライパンで焼こう。スーパーは。スーパーに行きたいって説もあるよね。スーパー行くかじゃあ。で肉売ってないからコンビニ。あ、そうか。じゃあ、まあ、スーパーに行くか。どうしたの。うん、どうしたどうした。どうしたの。おしっこ漏れた。急に。ああ、おしっこが。着替えてから行こうかじゃん。いや、明るいね。明るいな。何これ。何この動画。一番悲しいんじゃない。ゴールデンウィークだからスーパー行こうって。やっぱスーパーよな。子供やったら泣いちゃうよな。いやー早い時間に動けてよかったね。もう暗い。まだ早いけど。まだ7時半なんで。あ、7時半まだ。もうお昼です。です、まあ、ぶっちゃけそう。ゴールデンウィーク取り戻そうぜ俺らで。買ってきたものをねもうどんどん焼いていくという。行こえてばん。うわキムチ1個目が。おいビデオのサイズのファンタ。ちょいでか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 ファンタ、ちょいでかコーラ、ちょいでかジュース軍団、比較用のジンジャーエール、比較用の水もね。あ、ほんまちょいでかやな。追い詰められてます。ちょうど一人一本かみんなで分けるか分かんない。コウくん。コウくんおいな。でもバーベキューってことだもんね。バーベキューやな。バーベキューですよ言うて。だからもうこんななんかその最高セットも。バーベキューか。まあまあ、うん、最高かね、もありつつ、ね、多分最高。バーベキューおはぎもありつつ。おはぎこっそりおはぎなんでおはぎ好きなん。楽しみおはぎ珍しい。でまあもう一番のバーベキューよ。出たどれだ。うわーやったー。焼肉セット、これで1000円ぐらいなの。やばくやばいよ。安っ 20% ぐらい。熱最高ハンバーグ。うわうまそうとかね。もうお安いとか。ああ、ピーマン、なんかなんかあんぞ。なんだそれ。もなんだそれ。僕が買ったベーコンエピアラ。おい、ベーコンエピアラ、おはぎやら。なんか買ったよかった、俺も。でっかいこれ。やったー。いつ使うか分からんけど。これバーベキューっぽいので買ったっしょ。はい、うん。レジャーシート。めっちゃいいやん。これもめっちゃいいやん。床？床です。床？床でやらせてもらいます。いやいや、バーベキュー床でやらない。こんな低い打点のバーベキュー見たことないよ。まあ、これもありますので。あー、紙皿いいね。紙コップやったー。バーベキューとなります。バーベキューいい。バーベキー。バーベキーな。バーベキー。めっちゃバーベキーやん。家族とかのゴールデンウィークは多分旅行行ったりするのよ。はい、あー。俺たち大学生は多分バーベキューぐらいがちょうどいいのよ。こっそり嘘ついてる。即バレの。あれ
即バレ消防車逃げ、隠れろ隠れろ。じゃあバーベキュー、ちょっと竹内くん焼いてきましょうか。焼いてきましょう。焼いてきましょう。じゃあ今から役割分担していこう。あ、ベーコンエピ食うな、お前バカ。ベーコンエピ食ってた。ベーコンエピ食うな。カメラの外で。僕が一回そうカメラ撮って、竹内くんは、肉焼いて、俺はベーコンエピ食べよう。あ、ベーコンエピ食うな。なんで俺の部屋で行こう。あら、いいね。いいですね。焼いてきますか、じゃあ。いやー、行ってくぜ。乗ってくれみたいに、ね、ゴールデンウィークバーベキューおいバーベキュー助けてって言ってる、やめりゃいいの。焼いてくぜ何を握られてる何を握られてる。よく開けます。うわ、開けます。いくよ。なんで見せないの、もったいねさあ見せてください。うわ、これセロテープがね、いい、あらゆる映像作品を見たことない人たちお、行くぞ。セロテープでくっついてました。見せりゃいいのに、わかんのに。オープン。あ、横もくっついて横もくっついてる。めっちゃくっついてんじゃん。何がおもろい見えたら面白かったもんな。見えてもやろ、多分知らんけど。おー、すげー。見せろ見せろ。あっちゃー、いけー。バーベキュー、俺のバーベキュー。これが俺らのバーベキュー。これが俺らのバーベキューだ。3人とも言った俺らのバーベキューだ。あれって焼肉のタレ的なのはないです。これが俺らのバーベキュー。むちゃくちゃアホだ俺ら。なーい。塩コショウぐらいないか。俺ら塩が一応ある。塩何世紀一回塩かけたわ。ありがとう。ありがとう。はい。あ、いいや、匂いはめっちゃいいな。さあ、じゃあみんなで一回試食してますか。おい、一回食いますか。ちょっとこれ食べてみてもいいですか。いっちゃいなよ。です。へし。うい。どうだ。どうだ。お、え、うまっ。いける。お、いい感じ。塩ぶっかけたんでうまい。めっちゃいいやん。いいやん、じゃあいいやん。それでいいやん。うん、うまい。うまいよな。結局うまいよな。うまい。いきます。うまい。うまっ。これやん。あーん。もう2個ずつぐらい焼いちゃう、一気に。ちっちゃい。バーベキューだからね。いやー、でもこれ、バーベキューやねー。これはバーベキューやねー。そろそろ寂しいことに気づいてきたこの行為が。え、俺たちのゴールデンウィークが、うん、俺たちのゴールデンウィーク寂しいことに気づいてきた。これで顔しんどんがる前通った人の顔がしんどる。はい、すみちゃんどうですかゴールデンウィーク。イエーイ。俺しんどった刹那の死に顔が見えちゃった。やっぱゴールデンウィークといえば家でバーベキューですよね。イエーイ。全然間に合ってないもんな。食べる。